ハロー、どうもおはようございます。アニメリアク職人ことマジラジュニハマーです。はい、現在ですね6月1日午前5時1分ですね。台風のなんか情報来てるな。はい、まあ午前5時1分になりましたけども、はい、このスバの、リアクションを取り終えてからですね、ちょっと昨日の生配信でまたちょっとねたくさんいただきまして、その中でもやっぱびっくりしたのがあのフィギュアをこう飾るためのガラスケースですよね。はい、まあちょっともう2時間半ぐらいかけて作りました。人生で初めてフィギュアも組み立てましたんでね。はい、見ていただきましょう。はい、もともとここには服を入れてるケースがありましたけども、移動させまして、はい、このように組み立てました。初めてです、このフィギュアを組み立てたのはね。こうなりました。とりあえずちょっとアーニャはこのね、あの顔のすげ替えができるってやつ、これどこに置いていいかわからなかったんで、ちょっとあのデュラハンみたいになってますけども、こんな感じで引くとこうなってますね。こんな風になるんですね。はい、そしてもともとそこに置いてたケース、あっちに移動させました。はい、ということでね、まあ私も今42歳なんですけども、まあアニメをね、真剣に見始めてからもう3年2ヶ月を過ぎましたけれどもね、その、まあリアクションを始めて、でそもそもフィギュアというものには全く興味のない人間だったんですけども、まあ、あの説明しておきますとね、この、ライスシャワー馬娘の、これですね今年の5月の、2日かに、アルプラザ常用というところね、超怪人さんという、まあ、超人を見に行ったんですけど、その時にあの響き UFO にも仲間のマボ君があのクレーンゲームでね UFO キャッチャーで、まあ、もう3000ぐらいかけて届かれたかな。はい、それもらいまして、でまあこの、こっちの立花柚月フィギュアはですね、奇跡的に、5月の5日ですね、今年の、神戸オクトーバーフェストというところにこう大道芸を見に来てくれました、埼玉からね来てくれたあの視聴者さんのね、江戸川コナン君ですねが、お土産で来るんです。でその日の晩にあのまた昨日もね、たくさんいろいろとプレゼントを送ってきてくださった方が、まあ、5月の5日ですね、だから明けたの6日かな、6日ですねに、プレゼントを送りましたんでというメール連絡いただきまして、まあ、近くの黒猫山で取り入って開封したら同じのができたっていう奇跡が起きて、でまあ多分2つあるんで、今ここにこの色でここに置いた分の殻があります。こっちはちょっとまだこのまま出てますけどね。で、このアーネと、桜島舞に関しては、昨日ですね、5月31日に、またその5月の5日に、ヤマトにプレゼント送りましたんで、って言ったら同じ方ですね、が、また昨日、送ってきてくださった荷物の中に、まあ、入ってたということでね。で、ここの桜島舞の、アクリルスタンドもそうですね。はい。で、ここにある、立花柚月の、アクリルスタンド、これはいつもねお世話になってます響きユーフォニウム仲間の栄華さんがなさったやつですね。はい、ということでまあちょっとねまだまだ飾れますし、このちょっとガラスの板をねどこに置こうか迷ってましてね、今踏んづけたりしたらやばいですから、はい、まあちょっとこれもね人生初体験、42歳にしてねこんな経験させていただいて、うん、まあアニメのリアクションねやってきて、まあよかったなと思います。ほんまにまあ私のようなね自分に自信の持てないような人間に皆さんが自信を持たせてくれてるということでね、本当にありがとうございます。はい、ということで、以上ですね、ついに42歳にして初めてフィギュアを組み立てて、飾りましたっていう報告動画でした。どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどなどよろしくお願いいたします。はい、で僕の詳しいことはですね説明文に載っけてますんで、こういうねジャグリングとかねやってますんで、ぜひですねパチッとクリックしていただいて本職の動画も見てやってください。はい、どうもありがとうございました。それでは失礼します。